はい、えー、こんばんは,んばんは、えー。映画ライターの渡辺真紀です。はい。特、え、殊、ー、特殊翻訳家で、えー、映画評論もやっております、柳下喜一郎です、えー。映画言いたい。ほう、だいたいだ。はい。タイトルを覚えてない。<laughs> はい、ええ、の第二弾。です。えー、っと、まあ、なんかテレビブロスで、まあ、柳ちゃんと私がよく映画の。 レビューとかいろいろ星取りやっててその流れでアカデミー賞の「言いたい放題」を毎年ライブでやってて、まあ、それがだんだん定着してきたので、えー、じゃあレギュラーで映画、はい、でその月に公開される映画の映画「言いたい放題」をやってみようということになって始まったんですが、まあ、その2回目1回目は、はい。

かな。なそそそのうういいっすすぐばと行くとく思ま多分かない。でもなんかこの前どっかのサイトがタレント呼んでやってたけど全然あれだったよあえて名前は言わないけどあまあそのね、えー、まあいろいろこう、うん、意外と好評だったんで,でまあこの、えー、テレビブロスの YouTube チャンネルをなん、あのー、とかしようということでわれわれが一応呼ばれて、はい、枯れ木もあのー、花のにぎわい。<laughs> <laughs> 心強いのは、や、え、な、ー、ちゃんが、はいえー、炎上 OK なので、なんもう炎上に慣れてるから、本当に,や,本当に、ね、やめたいんですけどね、なぜでしょう。はいうことで、ですね、えー、と大体月に1回、今のところですね月に1回、最終週あたり。 あ今日は6月30日、6月最後の日ですけど、えー、ぐらいで、まあ、やっていきたいということでやってます、まあ大体1時間ぐらいね、はい、はい、それでですね、まあ、あのコメントも拾えて、それのいろいろお答えもできますので、どんどんコメントいただければと思います。はいそれれ音があ,れあれ それで、はい、今日のメニューは、はいまあ、ちょっとなんか古い映画の話もしたいなということで、うん、先日亡くなったイギリス女優の、まあ、グレンダ・ジャクソンの話をしようかなと、はい、で次は私もヤナちゃんも異常に気に入ってて,てここに可愛い子が2人いるんですが、はいえー、ワーナーさんから出していただいた「フラッシュ君、うんはい、ザ・フラッシュ」ザフラッシュ君をやって。はい でまあ、それで似たような映画だった「スパイダーバース <laughs>、はい」で、えー、今日公開のインディー作目、えー「インディ」5作目「インディ・ジョーンズと運命」のダイヤルで、まあ、最後に皆さんがとても絶賛している怪物を「そんなに良かったっけ?」と思ってる私たちがちょっと。 えー、いろいろおしゃべりしてみようかなと思っております。そういうメニューなので、最後までお付き合いください,、はい。まあ、はい。怪物を最後持ってくるとこが意図的な、ね。な意図的ですね。<laughs> 引っ張ろうというね。はい。はい、で、まずはグレンダジャクソンさんです。はい。まあ、ちょっとね、若い世代の人は誰そのおばさんって感じですけどね。ねこ,れどねこれね。やなちゃんの本が。これを、こういうの、か、あの。 なくなったなって言って言って言ったら船が出てくるぐらいには好きだ。好きな女優さんだと。そうだったんだ。うん、え何を最初に見たの？僕は最初に見たのは恋人たちの曲しそあのケンラッセルの恋人たちの曲思想で <laughs> あれでえっとチャ,イコスあれジャチャイコフスキーの典型映画なんですけどうん、うん、そのチャイコフスキーの奥さん役だったんですよね。そうですね。フレンチョクソンがで。うん リチャード・チェンバリンが。そうそう、うん、めちゃくちゃな映画で。<laughs> あの、えっと、チャイコフスキーはホモで。あの。ゲイね。ゲイ、あ、ゲイで、あ、すみません。もう、もう、ここですでに、ゲイ、すでに炎上。<laughs> ゲイです、ね。まあ、で、いいじゃん、どっちだって。<laughs> まあ、だまあ、映画が酷いって話なんだから。<laughs> まあ、ね、でも、<laughs> <う>チャイコフスキーがゲイだってことは有名だよね。まあ、そう、まあ、まあ、ゲイで、だから、その、セックスできないと、奥さんなんだけど。<laughs> でセックスしてもらえないクレンド・ジャクソンがおかしくなっちゃって式状況になっちゃうんだよねそれで最後、あのー、精神病院入って頭丸刈りになってそれで精神病院に入って「その私とセックスして」みたいな感じでガーッとやってそれで一方片やチャイコフスキーの方は。 梅毒になっちゃって、うんで、で、当時の治療らしくて、やっぱり熱湯風呂に放り込まれる。あ、そうなんですか。で、<ー>だから、チャイ、コフスキーはネット風呂で掘り込まれて、ぎゃって、こっちは、<laughs> <laughs> その。 精神病からガーってそれがこうカットバックされるっていう <laughs> この映画何ななんんだだってていいう見よねだ本当もうそれを見てね恐ろしいなんこ,れはこの映画は何なんだっていうのとこの女優は何っていうので一生忘れられない映画になっちゃったんですよ。 <私>たまたまテレビに見たんですけどね、これねあ私はおそらく最初に見たのは、日曜日は別れの時なんじゃないかなと、うん。全然すごいちゃんとした映画はい <laughs>、はい、で、まあ、これは、これもまあちゃんとしたっていうか、でも、あれだろう。レマレーヘッドが、えっと、<laughs> ピーター・フィンチだっけ ピーター・フィンチと,ーーンチとグレンダー・ジャクソンと両方と付き合ってんでね、バイセクシャルでね。そうそうで、2人で、えー、とマレーヘッドを取り合う話で、うん、で、まあ私、実は不女子なんですが、<laughs> 不女子の目覚め、これがピーター・フィンチとマレーヘッドのラブシーンがありまして、ちょっと私は、えこんなラブシーン見たの初めてって言うんで、ちょっとね、いや、そ,それからきっと。 そういういいのに弱くななったんじゃあ画で,、うん、後でジョンシュル・シンジャーがやっぱりゲイだったって聞いてはい、はい、ああなるほどねまあ前ののカーボーイの後だよね、うん、だから前ののカーボーイも非常にゲイっぽい映画だったから、うん、だからなんかすごい納得して映画自体もとても好きでまあいい映画でしたねうん、うん、あれはでも本当その実際男同士のラブシーンそのベッドに入って裸で抱き合うラブシーン 私もそう思うだからちょっとね、うんまあ、そピーター・フィンチもすごい好きな役者だったんだけど、うん、すグ、うん、レンダー・ジャクソンはねだから、まあとまあ、そ,れそのイメージがあまりに強烈だったんですけどあとはやっぱりその僕ケンラッセル大好きそれで、まあ、ケンラッセルすごい好きになっちゃったんですけどその後恋する女たちを見て、うん、あれが素晴らしくって、うん、あれのあの れでそのグレンダー・ジャクソンがやっぱりなんかその牛,の牛相手に踊るシーンっていうのは<と>結構有名なシーンなんですけど薄物一枚であ暴れ牛みたいな牛がいてその前て踊るっていう、うん、まあそれもそのせ牛が、えー、男性,そ性的エネルギーのあれなんで。 まああれはねあの映画有名なんですオリバーリードとアラン・ベーツが暖炉の前ですっぽんぽんでレスリングする私はちなみにそこしか覚えてません <laughs> <laughs> ちゃんと見てるんですけどそこしかそこが異常に強烈で <laughs> あそこは強烈だからね <laughs> でしかもアラン・ベーツもあのオリバーリードもすごいケムクラジャン <laughs> ケムクラジャン,ンもうそれでなんか目が痛いっていうか <laughs> <laughs> 何なんだこの映画はと思ってちょっとね、うんうん、あのじゃあこいつの女たち誰にもかかわらず女性陣の方は全く覚えてないてそう、まあ、もう恋する男たちしか覚えてないっていうね <laughs> やっぱなんかケンラッセルの映画って何なのって感じがね,あねそ,うあそこがいいんですけどちな,そうちなみにケンラッセルは、まあ、それそれお,のお気に入りお気に入りっていうか、まあ、あのグ,レナグレンダジャクソンはあの あれ、あの人もともとロイヤルシェイクスピアカンパニー。そうですね、すねだ、ピーターブルックが、との、その。映画に、なんだっけ。うん、あー、ま、マラーサド。あ<ー>、マラーサドに出てて、うん、まあ、それも後から見たんですけどね。うん、あの、ピーターブルックは、私。昔、N. H. K. で、真夏の世の夢の、ら、あの、中継やってて、はいはい、舞台の。うん、それが素晴らしかったの。<ー>それでびっくりして、この。 面白い演出は何なんだと思って、それで後でピーターブ,ブルックを知ったんですよ。<ー>そしたら、同じライターさんがやっぱり N. H. K. だったんで、それ見てて、うん、その人演劇の方を好きになった。私は映画だったんだけど。なんか面白いなと思っちゃった。えー、そういや、まあ、だから、もともと舞台の人で、あ、えー、の、舞台ではそう、大、大丈夫っていうか、まあ、すごい超。ね、超スターだったんでね。うんうん、まあ、ね、ある意味、なりもの売りで、映画。 映画入りっていうかまあ元のイギリス人だからそのお金のためではなくてあの全然、えー、と演技のためにやってる人だと思うんですけど結構た多分なあの何でもできちゃうぐらいの演技力があるんだけど逆にその普通のそ,のそういう意味では映画スターとかに全く憧れがない人だったからほぼ役役だ役やりがいだけって多分選んでたんですよね。うん だから多分何でもできるんだけどそんなにその変なあの映画は出ないってい割とり好みをしてる感じり好 <laughs> みしてけんらせるだから、ね、そうそういやそうあれねこ,れこ,れ読んでこの本読んでたらあの実は、えっと「肉体の悪魔はもう」も、うん、グレーンデジャクソンのはずだったらしいあえあのーあのー、マイケル・クローフォードじゃなかった 出てこない。バネサレレイ、バネサレドグレーブのあのセミセムシのあセムシって言っちゃダメだと。あノートルダムの話だめだよ。ダメだよ。言い換えたってダメです。なんかそういう甘さが色状況になる話でまたこれがフランコネロが相手じゃなかった。えフランコだっけ？イケメンオリバリードだ。オリバリード。うん。 あの役だったっていうそれがすごいんだけどなんかあれがその最初の脚本だとなんかその彼女が、えー、と死んだんか首だけ、うん、首を切って、うん、ミイラかなんかにして首を飾って、うん、それをなんかみんなアマさんたちが崇拝するみたいなオチだったんだ <laughs> す<い>です。それが <laughs> でそれはちょっとなんかさすがのケンラッセルも途中でや,めやっぱりやめようってなったらしくてまて、あうん、ケンラッセルがやめたの誰がやめたのか知らないですけど、うん、でその脚本が変わったって言ってその脚本を見て「うん、それだとつまんないから嫌だ」って言ってグレンデレスが降りちゃったっていう。とケンラッセルはこの中では言ってるんで、まあ、インタビューで言ってるんで。ああそうなんだ、うん、すごいね。うん 彼女は崇拝されたかったのでそういう問題じゃないと思うんですがすごいなやっぱ好きだったんだねじゃあケらせまあ好きだったんですねお金できないことをやらせてくれるというまあそりゃそうだはいそんなわけでんかその後政治家とかになってあのねんか彼女政治家の国会議員になっちゃったんですよねでえとそれでまあ映画も全然出てなかったんですけどでんか帰らない日曜日っていう 映画最近の映画で、うん、あれは実在した作家の女,女流作家の話なのいいやいや、えっとまあ でも多分違うと思いって自伝的なものではないと思うんですけどメイ,メイドさんがすっぽんぽんで図書館で <laughs> なんかメイドが日曜日になると、ね、あの誰もいないんでスパラカで図書本を読んでるっていう<で> <laughs> なぜ全裸になる必要なのかよく分からない。その人が後でちゃんとした作家になって でその作家になった時の年取った姿がグレンダー・ジャクソンでそうそうおおっていう感じでいいたーみたみな感じですね復帰したんだなっていう復帰したらしいんですけどうん、うん、僕は復帰を知らなかったんでおっとか思っていや私も知らなかっただからびっくりしちゃった。うん でもやっぱり若い頃裸になってたからかなとか思うよねだからなんか発想がね完督いや裸になってる人だから俺グレンダジャクソンなら裸で動くだろうから昔だったらそのぐらいのことやるだろうってみんな納得するというまあでもアカデミーも2回ぐらいの私はウィークエンド・ラブは大好きだったんですが、うん なんとやなちゃんと私の思い違いがいろいろあって勝手に話を作ってた。ニューヨークの話だとか勝手にニューヨークでイエローキャブを二人でジョージえっとジョージジョージシーガルジョージシーガルと二人でイエローキャブを奪い合う話って舞台ロンドンだった。舞台ロンドンだったってなんで勝手作ってんだって感じすみません。面白いあのアニメ映画もすごい良かったです。良かったです。 いや本当にね残念あの昔の映画が多いんでなかなか、うん、今今何が見れるのかな分かんないまあその最近の映画は、ね、見れるんでしょうけどほとんどねでなんか友達が肉体の悪魔をなんか見たいっつってまあれワーナーなんだってはいはいはいだからなんかね、うん、昔ビデオでしたけどねうんもう今見られないみたいな見られない映画が圧倒的に多いよねそうまあ切り売り映画だからなかなかね、うん、難しいんですよねもったいないそうぜひねこの機会に見てほしい何か探してみていただけると。うん いいと思います。はい。はい、じゃ次のね、フラッシュ。次、次フラッシュ。はい,い、ブロマンス。そういうこと？いや、まあそういうことじゃないんですが、ね、えっと、ワーナーさんが、はい、私とヤナちゃんが 大絶賛っつったら「あぜひ宣伝してください」<laughs> じゃないんですが頂い,いてあの私が「奪ってきます」や,<ー>やりたいって言ってこれプレゼントでこのフラッシュの意外とかっこいいノートなん,なんかこんなノート意外と立派ですでこのノートとこのノートを5冊えれこのお人形をお人形をえー

希望のアイテムを明記の上、<laughs> pp.tokyonews.co.jp、p i, p i, p i t o k y o n e w s c o j p までお送りくださいと、メールで。はい。はい、あの、そうね、<こ> <laughs> 公平なる。えっと、応募の締め切りは7月7日の七夕までです。はい で当選の発表は商品の発送を変えて、そう思って変えー、させていただきます。ますうん、えっ、ー、と番組の感想とかもね、えー、一緒に添えていただけるとこんな話をもうちょっとしてほしいとかなんかいろいろやったりとか、ね、とプレゼント横綱とかそうですなんかそ,うですそしたらううなんか頑張って私がガメてきます。どうぞ。はい。えどうですそれで。フラッシュ。うん。 もうだからこの前もなんかまあ言ったんですが、私の映画ファンとしてのベストワンはターンなんですが、うん、映画オタクとしてのベストワンはこれです。<laughs> で劇場も行ってきました。はい。<う>ああの我々がね見たのはねそうそうあの。 結末のなないバージョンだったんんねそうなんですよ一番最後、ま、もうネタバレで言いますんでまだ見てない人は耳塞いでいただいた方がいいと思うんですがその最後、えー、フラッシュ君が自分のいた場所にも帰ってきて、うん、そこにブルース・ウェインが来るんですがそのブルース・ウェインの足元だけ見えて顔が見えずにフラッシュ君が「えー!」って驚くシーンで終わっちゃって。うん えこれで終わりみたいな感じで,で最後のクレジットも全然なかったんですよそれでもう「いやこれ試写で中途半端だからちゃんと見れるの?」って言ったら「いや見られないよ」って言って「<laughs> <laughs> じゃあ劇場に行って確かめるしかねえじゃん」みたいな感じになって劇場にこの前行ってきてもう最後思わず「えー!」って本当に。 20人しか客観になかったんですが叫んででしししまいまいたたって感じでしたね、うん、あ,れあれなんかあの最初にこれできたの2018年とかじゃないですか作ってたの2018年19年とかあそれぐらいなんかもでだから結末のあそこの部分って2回取り直してる、うん、あそうなのそうそう最初はなんかんあの最初っていうか、えー、とサッシャカジェとかがあそこにいるバージョンもあったらしいんですえ で最終的に取り直してあのあの今のバージョンになったという。キートンがいるバージョンとかもあった。あそうなんだ,へだから,だからおそらく <laughs>、まあ、もう言っちゃうと誰がバットマンだったかというとジョージ・クルーニーだったんですけど、うん、おそらくジョージ・クルーニーはジョークで出たんだと思うのね。であの 自分のインタビューとかするとジョージ・クルーニーって常にバットマンのジョークばっかり言ってたんでなんかこう苦い経験というか自分の笑いネタだったからおそらくジョークで出てあのまだ役者が決まってないからまあそれでいいよってなんとなく、あれでねあのじゃあ今度,今度ジョージ・クルーニーが出るのかっていう人反応している人もいるんですけど多分、それはないですよね。うん でおそらくあのー、誰だっけえっ、ー、とジェームスガンが今度やるからね、うん、バットマンだからその時の役者が決まってないからまあジョージクルーニーにジョージクルニーだったら、はい、あのギャグでギャグでシオでスムだからねでそれでまあクレジットがバーっと流れたら一番最後に今度はねアクアマンが出てきてアクアあクビじゃないんだって思ってアクアマンはだってあれも取ってるからもういやとまあだからこだだから えと今度もう12月に公開でしょ、うん、日本は1月かもしれないけどでその後もう一回撮るってこと,もうてことああいやいやいや「まあ、アクアマン2」がまだ多分どうなるか最終版が出来上がってないからあれ,あれも伸びたんだよからメインの撮影だから結局あれの問題は、うん、アンバーハートの出番をどんどん削られてるっていう話なんです。ああアンーーハートっていうのは ジョニー・レップの元妻の悪妻でしたね、うん。悪 <laughs> 妻、いや,いいや私、私インタビューしたことあるのよ。あ本当？どうでした？で、嫌なやつだった。嫌なやつだったってことない？<laughs> あの一度ジョニーのなんかの映画で行った時に、あのエレベーターで一緒になったことあって、<ー>その時はもうすごい清楚の感じでとても素敵な子だった。お化粧もあんましてなくて<ー>水編みしてて。うん あれ可愛い,い人だなと思って、で、えー、アクアマンの取材をやった時はなんかねとても落ち着きのない子だった。<laughs> こうなんかさあ,あんまり言わない。<laughs> <laughs> <laughs> すみませんねなかなか、はい、あのちょっとうんまあ、ま、落ち着きがないっていうか。<laughs>

こ,こ,でこ,こでっていうか真木さんにはレジャミナーもいいんですけど <laughs>、うん、やっぱりあ,のいやあそこでねウェイン邸にいあの行って音楽が流れ始めてからもうどうじゃないですかこの映画あのシーンだけでもいいやっていう。もうちょっとね私これ私のためにカスタマイズしたの <laughs> っていうねちょっとね本当と試写で見ながらそれも思わず声を上げるぐらいで、うん、えっ 一応知ってはいたんだけどねまさかあん,なあんなふうにあそこまでおまジュしてくると思ってなかったからいやなんかあの監督名前を覚えられないあの監督はム,サム,サムスキエティムスキ君は何かいやそうでしょ絶対。 だってマウザーアタックのポスターまで出てるよ。そうそうでしかもあのニコラスケージまで出してくるでしょ。ょあ本当 <laughs> あの時話が出そうになっちゃって <laughs>、まあ、あまりに興奮しちゃってちゃんとこれ何なのと思ってもう死ぬかと思っちゃった。<laughs> うん いいやもうそれぐらい興奮のるつぼでしたね、うん、だから最初見た時はあまりにそんなことで頭がいっぱいになってストーリーどんなのだっけ <laughs> みたいな感じになっちゃって <laughs> 途中からねそれでそれで安心であの落ち着いてあのまた劇場に行ったらストーリーもすごい良かったですね、うん。そうそううん、だからいやちょっとねで,でこう最初見た時バットマンカーもバットモービルも、うん。 同じなんだよマわわ,ざわざ見せるだけ<う>見せるだけでありがとうございますって感じで <laughs> それであとなんだっけあのバットラングがね。そであそこの,あのバットケーブルはい、はい、あれも作りが同じなわけよ。<laughs> もうちょっとさえちょっとこれ何なのって思ってそれでほらあのジョーカーが持ってた笑い袋も出てきていやー本当は私の心を見られてるような。<laughs> <laughs> すな映そ本当、ね、しかったですね、まあ。今の人がどう思ってたのか全然わからないんですけど、まあ、やっぱりあのオールドファンにとっては本当にねあの,あのシーンあ一連のシーンはひたすら「あ,のありがとうございます」っていう感じでね<う>お礼をずっと言い続けてるで、うん、でもキートンよかったですよ本当いや聞いてねあのこう老けても やっぱティム・バートンがマイケル・キートンを選んだ理由がその口元がマスクしたときの口元が良かったって言ったんだけど本当にあの年取って,まああれしてあのね口角が下がったりしてるけどすごいよくてあのベン・アフレックのバットも出るんだけどもうこうやったら本当ここが汚くてベン・アフレック <laughs> お前ちゃんともう少しひげ剃るなり綺麗にしろよとかって。 あ、そう、思い出した。私今日バットマンの T. シャツ着てるんです。す <laughs> 忘れてた。は <laughs> い、可愛いでしょ。レゴバットマン。レゴバットマンで、今日この後にスパイダーマンもやるんで、二つかけられる T. シャツを。着てきました。<laughs> うん、もう、あの、バットマンといえば、ティムバードの二作か去のレゴバットマン。うん、マンこれがベストスで,、ね、ですね、はい。間違いない。間違いないで、なんかやっぱり。 あの面白かったのはえー、何あのクリストファー・ノーランのバッドボンが全然フィーチャーされてないとか <laughs> あ,あれはあれはなんか一応あの聞いては見てみたいですよえ一応聞いた聞いては見たらしいでも嫌って言ったの、うん、出ないってあえあいつがあのベールがチャンベイがああ言いそう, <laughs> うあいつは言いそうまあう、まあ、クリスチャンベイルもこういうのに乗りで出て そう来なさそうだしまた私クリスチャン・ベイルのインタビューして人の悪口そんなに言うなよって言いたくなってことがあるぐらいでえそうなの誰の悪口あの誰の悪口とか言っちゃいけないのかいやいや全然だってオープンで言ってんだからさみんなのあの映画なんだっけ?「ターミネーター」の時の「ターミネーター」のあれマック・ジーでマック・ジーが自分にロンドンに わわざわざ来てその「ターミネーターに出て自分のターミネーターに出てくれ」って言った時の、うん、そのマック・ジーの話をいろいろしたんだけど聞いててとても気分が悪かったこのいつも悪口言ってる私でさえも気分が合 <laughs> えるような <laughs> それでなんか初めて会った時はもう思わなんか人生の今までの一番 その誠実さを全部かき集めてきたようなとかなんかそんな言い方するんだよ <laughs> なんかちょっとマックジは全然いい監督だとは全然私も思わないけどさみんなの前で言わなくてもいいじゃないですかって <laughs> その映画なんだからね <laughs> まあねでちょっと思ってまあまあだからまあ正直な人なんですよあそうそうそう自分に嘘をつけない多分そうそういう意味ではなかなか貴重貴重な人ですねうん、うん、あごめんなさい

ぜひともヒットしてそれがこのワーナーここんなこと言ったらワーナーさんから怒られるかもしれないけどワーナーのすごいところってなんかこういう一元さんお断りみたいな映画をちゃんとお金かけてガンガン作っちゃうとこ偉いと思わない、うん、<laughs> まあねあ私これ<も>あまたまだ <laughs> 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 あ,あるある某、ま、でも、うん、その多分このいうふうに、えー、バートに狂ってない どうか見てもまあ面白いし昔、うん、この人あのバットマンだったんだよっていうと、うん、あそうなのっていうのでも、うん、そういうレベルでもまあ普通にね、うん、で我々が見ると「わ一瞬だけバットマンがか」とか、うんね「バットアクションが一緒だ」とかいろいろして興奮したんですけど <laughs>、うん、まあそういうのは分かんない人でも普通に見て「へえ」と思って。うん バートンバットマンとか見直せば見直してほしいよね。スパゲッティでマルチバースを解説するのが上手だったね。ははいまあそういう感じではいじゃあ次はもう一個のマルチバースもののこれどっちが表こうですね。 スパイダーマンです。はい、えー、スパイダーマン、クロスザスパイダーバース。これも公開中。はい。はい。で、えー、っと、まあこれはこれパートワンですね。パートワン、はい。パートワンなんですよね。これもね、その知らんと知らないで見に行って、え？って,って終わって、途中で見てこれ終わるの？と思って、どうかげてもおかしくない？と思ったら、そっあのいきなり次回に続くドーンって,って嘘でしょみたいな。そうだよね。あと一年待つ、どれぐらい待つの？えー、来年春だそうですけど。 ただあの最近なんか、やめたあのアニメーターかなんかが、うん、あの告発していて、労働環境がひどいと、あひどそうだねもうあのでリテイクの嵐で1日11時間労働とかさせられて、うん、もう大変死にそうだって、みんな辞めて、もう二度と戻ってこないから、絶対無理だみたいなことを言ってて、うん、ドキドキしてるんですけど。うんあ まあ、ああソニーアニメーションでは作っズ、ね。いや、うん、でもこれ本当にねアニメーションとしてはすごく面白かったんで、うん、まあ面白かったしえー、あれでしたねあのなんか技術的にもなんかすごいあの前のこの前のね「インテルザ・スパイダーバース」の時に、うんうん、こういろいろあの なんかあ,のあれでそのモノクロとかカートゥーンのスパイダーマンとか出てきたねそそうそう、うん、あの白黒のスパイダーマンとかが、えー、か全部それがアニメで動くっていうねニューカルス・ケージがやってた「スパイダーマン・ノー・ワールっていうのがずっとこうなぜか彼だけ髪がなたなびいていてみたいなのをやってて一応、うんえー、笑ってたんですけど今回そ,のそ,れがそれがほぼ全キャラクターで全部別々なことをやってて、うんうん、<laughs> それがガチャガチャになってそれは大変だわっていう感じの。うん なんかちょっとねぐちゃ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 して頭がなかなかついていかないっていうのがあって一作目の方がなんかすっきりまとまっていた印象はやっぱりそ、ねはい、いや,そ,いやそれはね,ね僕も結局見た後で「うん、インチョのスパイダーバース」を見直したんですけど、うん、やっぱこっちの方が完成度が高いなと思ってあそう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 <然>なんか入り口としてはきれいにできてるよね、うん、あはいはいはい、うん、はいあ

うん、音もあれ,あれもそうなんだけど、やっぱりどうしてもね、コマ送りしたくなるんですよ、見てると。っていうか、あれ、ちっちゃい画面で見れるあれ、なんか大きい画面じゃないと、ものすごくごちゃごちゃしてて、コマ送り,コマ送り、コマ送り。あ、コマ送りで見るの、それで。<laughs> そうか、わわあなるほど、ね、い,っていう感じあ。でも、コマ送りで見ないと、うん、い自分の動体資料がついていかないと思う。いてい見て、コマ送りしたくなるぐらい、細かいのでね。そそそそう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  ちょっと大変な映画だと思った。今回は、ね、ちゃんと、ば、あの、レゴバットマンも出てきて。<laughs> レゴスパイダーマン。レゴ,マンレゴスパイダーマンも出てきて、まあ、それで二つをかけて、これ切ってきたっていう、あれなんですが。<laughs> まあ、あの、あれですからね、えっ、ー、と、作者っていうか、制作が、あ、制作脚本がロードアンドミラー。なんで、うん、あの、フィルムが。クロードと、はい。クリスファーミラーとのコンビ、なんで。まあ、あの、ロードアンドミラーに、今、ま、か、あ、は、し、おじろと。 彼らに任しとけ間違いないという打率100%の人たちですからそうなのいえだってやっぱりレゴバットマンレゴバットマンレゴバットマン一作目ね一作目のレゴバットマンえその後半ソロを作る予定だったけど首になって首になってそれでこっちに流れてきたんだよねそうそうそうまあでも流れてよかったんじゃないって感じはしたいやだ半ソロ見たかったんですけどねあ彼のねうん まあ仕方ないいいよね、うん、いやいやもう本当に、ね、今はねその早くあのアニメーターの人たちと和解してですね <laughs> で2024年に完成させてくれと <laughs> 頼むから <laughs> でもなんか完成する1年で完成するとは思えないぐらいの情報量だけどねやっぱりでもその話を聞いてるとめちゃくちゃで、うん、その。 レゴスパイダーマンのパートあれって今年の1月に作ってたんですだからあれは何か子供が14歳の子が作ってそれが気に入って取り入れたっていう突然割と思いつきで話やるのかなある日いきなりフィルローのローダンでが電話かかってきて「ちょっと頼むんだけど」って「スパイダーマンのこのシーン作って」って言われて「えっ?」ていうそれで作ったら1月から作って何ヶ月で。 でまあ、1回月ぐらいで作ったのかもしれないそれが作ったのをすぐ,すぐ取り入れちゃったわけでしょ、うん、でその時点でまだそんな余裕があったんだっていうねそうだよね、まあ、ちなみに上映時間2時間20分もあるからねは、はいまあ、ちょっと増えたのかもしれないですけどそれが増えたんだよほんの1分ぐらいだったけど <laughs> 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 まあそういうわけでこの2つはなんかまあおそらく偶然なんでしょうが割と過去を変えるっていう話で。 共通してるんであの運命を「スパイダーマン」はね「なんか運命をなんとか」みたいなタイトルじゃなかったっけコピーじゃなかったっけ。そそそうううかかなな前、えーま、前ががじゃない作はそうだだだっったよ今回も結局らあのこのままだと、えー、お父さんが殺さん殺れる みたいなな話になってうん、うん、それを救うためにどうするかっていうね、うん、でそ,そのがちょうど、えー、フラッシュの方は、まあ、お母さんが殺何者かに殺されちゃって、うん、そのお母さんを救おうとしたせいで、まあ、あの世界がはっちゃかめちがなっちゃうっていう話なんで過去を変えたせいでっていうことなんですけど、うん、まあただ こっちはれからって、うん、これからかってう未来の話なんでだから、うん、その未来をあの変えようとするのは当たり前のある意味当たり前のことなんで、うんうん、まああのでその話として、えー、その事件に対する態度があのちょうど正反対だみたいな言われ方をしてたんですけど、まあ、あんまりそうは思わなくてまあフラッシュだってこれから起こる,起こ,ることだったら変えるだろうそれは普通にっていう。<laughs> <laughs> <laughs> ね思うんで、うん、大,体大体あいつ、まあ、のあれの時にはなんだっけあの、うん、マン・オブ・スティールじゃねえやマン・オブ・スティールの時には、うん、あの未来から来てあのバットマンに「うん、あのちょっとあロイス・レーンが鍵だ」とか言ってたじゃないかっていう未来から来て過去を変えようとしてたじゃないか前っていう。<ー> <laughs> あれどうだったんだだろうな一体だからなんかこうフラッシュが今突然またフラッシュの話になってなんかフラッシュが面白いんだあのほらあそこの MCU だっけあれの方もクイックシルバーが同じような能力でねであの能力が面白いところって映像で彼らがどういう 目でこういうあれが何か面白いなと思って他のスパイダーマンとかスーパーマンとかどういう目で世間を見てあ,のあんだけいろいろやってるけどどういうふうになんかどういうふうに世間が見えてるのかっていうの分かんないじゃん。 い,やあまあ、いいや違ってた違う,違うんですねどう,どういうふうに言,って言うからするとフラッシュは,、えっと、あれは高速よりも速いから過去に行けるってそういう話なんですけど、うん、高速に近づくとあのドップラー現光がドップラー現象を起こしてだから、えー、と後ろは赤く前は、うん 青くてっていうのと、あと高校差っていうのがあって、うん、光が全体、ま、えっ、ー、と、前の方に集まってくるわけなんですよ走ってくると、視界、視野が。うん、視野は、え、だんだん世界が、そう。高速に近づくにつれて、一、うん、点に、未来は一点の光で、あとは全部真っ暗みたいな。風になるんじゃないかなと思ったんですけど、<ー>そんなことを言ってもしょうがないんで、はい、どうでもいいです。あでも、ほら、それは <laughs> いや、それまで早く、ね。 あ時空をどうかしようっていう時だけど普段の時のまあはそう思ったんで、うん、こんなこと言ってもしょうがないなと思ったんです、まあ、ごめんなさいね余計なことをね <laughs> つ<い>大丈夫です SF ファンのちょっと豆知識を紹介しすはい、ねはい <laughs> はい、じゃあ何かそれではい、はい、で私のインディ・ジョーンズおマキさんのまあ私のっていうかインディーちゃん。 インディジョンス運命のダイヤル、運命のダイヤルっていうタイトルはどうなんですかねそもそも。いやいいんじゃないですかなんか問題あります。なんかまぬけな感じがダイヤルと。あダイヤルっていうのがダイヤル A を回せっていうのもあるからいいじゃん。あれはだって電話のダイヤルじゃ。ん電話のダイヤルでいいのこれこれ。えでも現代もダイヤルだよね確かね。ダイヤルオブあ D D D なんダイヤルディスティニー。ああそうだよね運命のダイヤルそのままじゃ。 おいなんで他になんかなんて呼ぶのこのガチャガチャガチャってガチャっていうわけになんか名前あったじゃアンアンティキティラあったそれやったらネタバレになるからいけないんだよ<笑><笑>はいあの今日本日公開本日公開でおそらく見たい人は今日の7時ぐらいの回を見てて <laughs> あれかもしれないんで、ね、まあこれから楽しみな人はえー、まあ あれしない方方ががいいかな聞かない方がいいかかかなな聞やあのえっ、ー、とこれはネタ,ネタ話はしませんけど、うん、あのだからねこれすごい難しくってまあ普通に考えてしゃべらないししゃべってはいけない話なんですよ <laughs> があってまあそ、えー、としゃべっていけないネタ話って,的にっていう意味でしゃべってはいけないし、まあ、あのしゃべる 喋れない普通はしゃべらないです、うん、こんなことの部分はね。うん、っていうのがあってあるんだけど結構この映画の根幹部分だったりするんで根幹部分っていうか映画の根幹部分じゃなくてその僕が一番、まあ、マキさんもだと思うんですけど、うん、一番その、えー、映画について語りたいっていうかあう、ね、映画の、うん、まあ僕は、まあ、僕は映画の肝はそこであそこだと思ってるんで。うん だからそこを抜きにして言うと結構難しい。難しいです難しいなんかちょっと,あの、えー、と最初のさ <laughs> アリソン・フォードのさ <laughs> 1944年のだからあれは何歳ぐらいに38歳だから40年分ぐらい若返らせてる今の,、うん、あの CG で。 40年若返ったアクションっていうのがあるんですけど、うん、そこがちょっとつらいんですよ。ああ最初ね、うん、だからそういうことしか言えないそうそう <laughs> 話にちょっとつらいよねみたいなだからあの一番最初がインディーのあのレイダースと同、ね、じ、まあ、割との時にも出てきた「ナチ」から始まって、うん、まあそこがあんまりテンポがよくなくてなんかしかもちょっと長い。 こんなに必要なのかなと思ってその辺はもうアイハブはバッドフィーリングアバターチップって感じで <laughs> これやばいんじゃないみたいな感じだったんだけどあるそのダイヤルのあ、ええね、運命のダイヤルが出てきてまあいろんなことが、まあ、不思議なことが起こる、うん、っの、うん その後1969年,年の現在じゃないんだけど、まあ、1969年の、うんえー、今のだから70いくつのハリソン・フォードになって、うん、まあ彼が大学体冠になって、ね、みたいなね、うんうんで。あそこからは結構いいリズムなんですよ。あそこの,あのしょぼくれた感じはすごく良くて でそだからそれあのさあれだったらあの、うん、まあそれは分かるんですけど今の映画だったらね、うん、最初にそのアクションとかないと飽きちゃうとか、うん、あとまあその最初と最後に一応こうさせるために、うん、最初にもあのあれのアクションシーンを持ってきたいっていうのは分からないでもないんだけど、うん、やっぱり最初から1969年のだから最初の予告編の時の「ローリング・ストーンズ」 で流してる横剣あるじゃないですかあの横剣のタッチで最初からその「えー、しょぼくれて、えー、体感します」っていうウィンディーから始まるんでよかったんじゃないかと思うんですけどね、まあ、だから何となくあれなんじゃない、あのー、こうオマージュを捧げたかったみたいなのがあるんじゃない一作のまあまあねでもだから冒頭のあそこなんかねちょっとつらいんだよな。えそれは私も認めるんですが、うん、それで。 監督に、まあ、インタビューしたんですからジェームス・マンゴールドに。うん、で、すごいなと思ったのは、まあ、最近、映画を見ずにインタビューすることって結構増えてるんですね、うん、そういうパターンが。うん、で、たいそういう時にどんな映画になってるのかってこう、いろいろ話を聞くと。 でみんんなすすごい夢を語るんですよこういう映画になってるってね。<laughs> うん、であえて言わないけどあ,あの監督とかこの監督とかは <laughs> それでなんか話聞くとむちゃくちゃすごくいい映画になってそうじゃんとかって、うん、もう期待がすごい高まるわけですよ。うん、だけど映画見たら「え全然そうなってないよね」っていうのがすごく結構多い。<laughs> で失望する場合が多いんだけど「ね、口先男」みたいな感じになっちゃって。<laughs> うん、だけど ジェーームス・マン・ゴールドは言っったた通りの映画になっていた<ー>それはね私素晴らしいなと思ったよ。うんうん、でその70のヒーローの晩年はどうなのかっていうテーマでやったっていうのはちゃんとそうなってるんでしょだからヒーローが自分の居場所を探す話なので、うん、そういう意味ではねとてももうねもう。もう もうすぐもうすぐばあさんっていうかすでにすでにばあさんの私としてはもうああもうお願いい <laughs> <laughs> ちょっとこれ私の映画みたいな <laughs> <で>自分のこと私のための映画じゃなくて私のための映画ばっかり言っていうの私のための映画でそれ <laughs> <laughs> で,でんなんていうのあのー スピルバーグとルーカスがとてもいいって褒めたのは、うん、あの二人がじいさんだったら <laughs> もうどちらもね <laughs> だからこう若い子たちにこの良さが果たして分かるのかな<ー>みたいな気はしたんですけどそれは思いましたでしかも、まあ、あのまあ人によるんだろうけどやっぱインディ・ジョーンズのファン昔からのねファンっていうのはうん、うん やっぱりあ,のああいう姿見たくないって人もいるんじゃないかと思うんですよ,あいるよね。うん、きっとねだからそこら辺も含めて、まあ、ちょっと文句言われるのは分からないでもないなとは思うんだけど、うん、まあ僕はすごいあの、まあ、そういう意味ではあのやマンコルドだなと思ってそれこそあれですよあの、えー、っとウルヴァリン,ですよ、うん、ンとかをのことを思うと,思うとやっぱりこういう。 良かかっったんじゃないかないと思ってそうそうだからなんかロ最後のけじめのつけ方っていう意味じゃ同じだからねそういう意味ではなんか綺麗なすごい静かな終わり方をするんですよね、うん、でなんかそこがすごく良かったですね私的には。であのやっぱ昔のクラシックな映画が好きな人だけあって、まあ、これは別にラストいいんだろうけどあのほらアイリス・インアイリス・アウトのあれで終わってるのが。<laughs> なんかすごい懐かしかったですね。我、うん、れはやっぱ過去の映画が好きな彼らしい、うん、あの終わり方っていう感じで。でハリソン・フォードの年がちゃんと生かされてたのが良かったね。そうね、ちゃんと、うん、あごまかしてなかった、ね。ごまかしてない。ごまかしてない。若作りしてない。うん、まあ最初はデジタルで若作りしてるんですけど <laughs> <う>、まあそういうわけで、ぜひですね、<で>見てで、我々が何を言ってないのかっていうところをね。はい はい。いえ後ほどはい。はい。え、い質問これあの怪物の前にええ今、はい。新作も多い中、レトロスペクティブがいくつかあるので、おすすめがあれば怪物の前に。は違い。それはいいんです。注意書きです。はい。え、じゃあ、え レトロスペクティブがあるって何何のレトスペクティブあるのあれを7月末になるけど、あれとかが何だっけ全然知らラス・フォントリアーを過去作を全部ドーンとやるのがありますね。あ、そうですか。キングダム・エクソダスに合わせてだと思うんですけど、5時間の。そうそう5時間。えなちゃんは見たけど、私はちょっとどうかなと思って。 テレビシリーズだだかからら本あ,あれをね1本の映画として公開しようとしてる方がおかしいんですよ。まあそうなんですけどほか、まあ、に見よ,う見ようがないんでねしょうがないんですけど私はラース・フォントリアーは実はヨーロッパの時デンマークでインタビューしたんですよ。 まあ,ね、あの人はあのデンマークから出てきませんからねそうそうそうでインタビューして、まあ、デンマーク語で通訳さんに出て、うん、デンマーク語でやったせいかすごくなんか彼がとてもよくしゃべってくれて1時間の予定が2時間もやり、うん、で私が「エレメント・オブ・クライム」が大好きですって言ったら「エレメント・クライムの」あのロケ地まで,で自分の車に乗せて連れて行ってくれて。<laughs> <laughs> ででそこで写真を撮った素晴らしい、うん、なんかいろいろ悪い評判がいっぱいある人だけどとても私は感じのいい <laughs> いい人でしたね。うん、それでなんか、えー、カンヌで審査員賞か何かその前ヨ,ヨーロッパかなヨーロッパかなんかもらった時に。うん どっかにそれを置いたまま帰ったみたいな話でまたいじめられててでそれの「いやあれはこういう事情でこうやって置いたらこうこうこうなっちゃったんだよ」とか言ってなんか俺みんなから悪いふうに言われちゃうんだよねなんかあれでしたよねパルムドールじゃなかったんで「いかれくるってこんないらねえ」とか言ってそれはねそういうわけでは全然そう言われたけどそういうわけでは全然なくて <laughs> なんかこう,こうこういうことがあってあそこに置いたらみんなからそういうふうに言われたっていうようななんか いろんな言い訳をしてた、いうん、でも私はとても感じがか。ここのそのねレトロスペクティブは、えっ、ー、と本当に最初期からだからエピデミックとかエレメントオブクライムからあの最新作まで全部やるというかなり未公開さ、はい、これまでやってなかったやつも入いエレメントオブクライムはすごい,好きはいいと思いますよ。あ、そう,そうああれですね。あれねあのインフォーマニアックもディレクターズカットをやるらしいんで。 日本音楽のディレクターズカットはこれは僕はすごいおすすめなんでいわれわれねだからみんなあの短縮版見てる短縮版見たいでしょあれつまんないんですよあそうなんだあのディレクターズカットの方はあの単にハードコアシーンを抜いてるわけじゃなくて編集も,ても全然違うの、うん、違うんだ編集のリズムとか全然違うんで絶対あっちを見てほしいんだよななんかその私は「エレメント・オブ・クライム」がすごい好きだったよねはい、はい、でその時あの ユーロスペースどっかでやったよね、うん、でなんかすごい凝ったパンフレットが作られててそれをなんか持ってったんですよ<う>そしたらそれをくれ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 っ言われて「<laughs> <laughs> これえ,えこれあげるの?」みたいに言ったら一体一緒に行った人いった映画会社の人が「うん、マキさんあげてください <laughs> <laughs> 私が後でこれどっかで買ってきますからあげてくださいそれは」そそそうななるよな <laughs> みたいな感じだよね。<laughs> かわいい可愛いですね。あ、いいです。だからとてもいい印象でした。<はい S 1> 私は。<うん S 1> まそん、そ、そんな感じでいい?。はい。はい。そしてついに。はい。ついに。引っ張りましたが。え、レトルトスパクティブってそれぐらいなの?。いや、まあ、いろいろあるけどさ。<ー>他にもありますいろいろ。 まあ最近なんかね、昔の映画をよく、あれ、こんな映画を公開するんだみたいなのあるよね、また、リバイバルで。まあ,ありますよね、フランス映画とか結構、ね、それこそね、シャンタ・ラ・アケルマンとか、<え>シャンタ・ラ・アッカーマンとか言ってたのああ、うん、去年ですけど。はい、はい、じゃあ、なんか、怪物くんですね。えー、っと、怪物。カンヌの脚本賞、カンヌ映画祭の脚本賞、うんはい、大ヒット。 なんかでもあれなんですよね、この,あの脚本、坂本雄二っていうのが <laughs>、まあ、あの <laughs> っていうのがって <laughs>、他人事みたいに言ってますけど <laughs>、これがだって売りなわけでしょ。まあ、それもあるけど、だって、いや、なんかだって、あの、これ江戸さんと,その、えー、と、花束みたいな恋をしたの、坂本雄二が組むみたいな、そういう売りじゃなかった。そうなの うん、いう、確か、確かとか言って、そういう感じだと思いますよ。いや、私なんか、全然そこら辺よく坂本雄二っていう人のテレビシリーズを一本も見たことなかったんで。はい、で、まあ、花束は見たんですよ。うん、で、おしいさんは出てるからって、ね。ええ、まあ、まあ、文句を言ったっていう、ね。<laughs> そうそう、おしいさん自身にちょっと文句言っちゃって、すいませんみたいな <laughs> い。それが一応笑うんですけど。いや、なんか、<れ>ほら、おしいさん出てるじゃないですかね。あれね。うん、で、神がいる、神がいるとか言って。 それで、その後、あのな何とかって女の子が有村かすみがね行って行ってあ気づいたとかよく覚えてんなとか <laughs> それでそこのシーンしか覚えてないんだけどそれ、ね、で二人で居酒屋みたいにして飲み直して朝までそれなのにそこで普通だったらおしまむの何が好きそれ朝までどの,どのおしまむのがいいか大会でしょど<う>り、やっぱでしト みたいな実はご先祖様なんだよねって <laughs> いつじゃんみたいなこんな会話があるの一切ないよだからんかおかしくないちょっと普通とか <laughs> ちょっと思ったんですよ。 まあだからついおしいさんに「おかしくないですか?」って言っっちゃったんですけども <laughs> おしいさんにたしかめられたっていう <laughs> おしいさんに「いや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 それ言う必要あんのかありますよ」みたいな感じすいません <laughs> おかしかったですよねまあまあそんな坂本雄二の脚本でえ私まあ,まあテレビ一本も見たことなかったので いや本当、1本も見たことなくて、1話も見たことなくて、うん、強調しなくても <laughs> そうだから、いや、これはちょっとね、語られないだろうと思って、ネットフリックスで配信やってた、じゃあ、カルテットが、もうなんか評判がすごく良かったっていうんで、まあ、見たんですよ。でも、まあ 見た感じはなんかねあこういうの好きな人いるんだいるだろうなと <laughs> なんだそれいや<え>でも正直ね怪物に関しては、うん、脚本でがまあ要はそのこれ最初ねこれ話をやっていくとその安藤桜の、えー、シングルマザーがいてその息子がその学校でいじめられてんじゃないかって言って、うん、その学校にあの文句を言いに行くと。 えと永山瑛太君のやってる教師っていうのがもちすご無気力無気力な教師で、えー、こんなやつのせいでうちの息子があって思う「うん、お前なお前はこ,こ,このこ事なかれ衆の学校のせいで」って言って安藤桜が生きり立つんだけど「実は?」って言って、うん、それってその「実は実はで」で、うんえー、安藤桜の側の話で,、うん、でそれから「 えー、永山英太の話、うん、でそれからその息子、うん、子どもた,、ね、たちの話っていうのがだんだんに分かってくるっていう構成になってるんですけど、うん、これがさ、うん、そのどちらの視点あの安藤桜の視点だからこう見えるっていうんじゃなくてそれをそのすごい恣意的に切り取ってあってうん、うん、安藤桜から見たらこう見えるんですよと。うん でそ,れをそれは何でそう見えるかっていうとその,その前とその前とその前とその前その間に起こっていることを全部見せてなくて、うん、つまりあれ逆にさ事件は普通に起こってるんだけどそれを逆にこの、えっと、シーン1と5と7と8を見せると、うん、だけしか見せないと永山祐太が悪者に見えるけど2と3と四2と4と6がを見せるとあの別にそういうわけでもないんだよっていうのが分かる。 っていうのを、うん、そのすごい恣意的に切り分けてるじゃない。で,、はい、でめちゃめちゃ人工的だなと思ってそうです全然その時点で、はい、なんな,なんなんっていう感じだったんですけどね僕は。まあえっと実を言うと私もほぼ一緒の意見ですて <laughs> <laughs> すみません。<laughs> なんかただだからそのほらカルテット四話まで見た感想がすごいやっぱ作為的な脚本とか普通の会話しないよねこんな感じっていうのをやっちゃう人でですだけどまあ別にミスリードしてじゃあ真実は何なのって知りたいってあんま思わなかったんで4話で読んでんだけどだからまあっていうかそのうーん。 だから今回もそのミスリードしようって意思があまりにも強すぎてそうなんよね、うん、でであんだけそうしようとしてくるともう分かっちゃうよねしかも第2話目の段階でそう,いううそういう設定だって分かっちゃったらもうじゃあそれそのあとがあるんでしょうっていうことになっちゃうから,、うん、からもうなんかねエイターがこんなこんな感じで来てでしかも雨とか泣いたら、うん、むちゃくちゃ怪しい先生になっちゃうよね <laughs> か「えこれで先生やっていいの?」みたいな感じになっちゃうじゃない。うん それであともう一人の校長先生も何この校長先生あれを見てて笑っちゃいましたけどね途中でプッとか何とか吹き出しちゃったりとか一生懸命お掃除してたりとかあそこら辺も何でこんなことやってんのかなみたいな感じでそうだからミスリードがあまりに多くてなんかだんだんこうちょっとしらけちゃうミスリードしたけど実はその えー、誰かが悪いとかいう話じゃないんですよみたいなことに、まああのまあまあ、明確な国は何人かいるんですけど、うん、あのしようとするせいでなんかやたらその田中友香にもちゃんとした人間らしい部分があるところを見せるシーンとかが入っ作ってあったりするわけですよ。こ,こ,このなんか,ホルンか,なんかあでも,でも <laughs> そんなことしたら台無しじゃん、うん、<laughs> そこまでの話が。うんうん だからそう,いうのそ,うそういうことをするせいで逆に矛盾にかできちゃって、うん、これえっ、ー、とかって気になっちゃったんですよね。うんそれはあるね。うん、なんかだから本当にみんながすっごいよかったよかったっていうのがえ,えどえっどっどっやばかった <laughs> <laughs> なんかうんまあ私あの前の是枝さんの万引き家族も全然ピンとこなかったんで。 ダメえいやいやいやだからまあピンあの彼のヒットしない映画が全部ピンときてるっていうね <laughs> すいません奇跡とかのこの前の真実とか、うん、そういうのはすごくいいなと思ったんですいやあのこ、ー、れさんはすごいいい人なんでもうそればっかりじゃんや <laughs> いやこれさん本当にいい人なんですよあの人はねすごい真面目だし 真面,すごい真面目な人だから。みんな大体、監督もいい人とかで、い,かいい人だったら映画もいいかっていう話じゃん。だから、ね、ちゃんと、小林さんの場合は、<laughs> ちゃんと素直な映画の方がいいんですって。ああ、素直なね。うん、あだから、こんないろいろギミックじゃないけど、こうミスリーをしようとかして、いろいろやらない方が、なんかちょっとね、ミスリーをしすぎて疲れちゃったね。<laughs> <laughs> ごめん <laughs> んおばあちゃん疲れちゃって <laughs> でなんか一番最後もなんか「<laughs> ああはあはあ」とか言ってあの二人がなん,かずっとなんかそこにまたみんなが感動してるとか言ったけど <laughs> ええー、もうね、うん、私が思ったのは。 ウィリアム・ワイラーの嵐が丘が同じことをやっているから皆さん見てくださいという感じで、もう、ワイラーは1941年にそれをやってますからね。別に新しいから<は>いということじゃないけど、新しいわけじゃないけど、そ,こそういうのが好きだったら、ぜひともウィリアム・ワイラーを見てくださいっていう、はい、嵐が丘、ローレンス・オリベイが素晴らしいです。マーク・オベロンがいいとかよく分からないけど。はい、はいい そういうね、えー、いい映画でしたねよくわかんないけどね <laughs> ああの,あの音楽はどうなんですか <laughs> 坂本戻るの音楽も結構雑っていうか <laughs> あじゃもう死ににくしなし違うかいや,いやあんまりね正直大したまあでもあれ違うあれこれのために作った曲じゃないんじゃろ知らないなんかあの他で使ってた曲とかを割と当てはめたっていう感じで あのあ完全にオリジナルではそんなにやそんなにたぶん曲二曲作ってると思うんだけど、うん、そんなに多分やってないまあでもなんか印象に残んなかったね、うん、音楽でその割にはずっとかかってるんですよかかってた最初ずっとかかってずっと,とあの止まんない感じでかかっててそれは坂本龍一の最後の作曲だっていうことだっただろうと思うんですけど。 でも坂本リーチってね、他のなんかの戦場のメリークリスマスの曲とか、うん。あいつの印象に残るメロディーないでしょ、全然。うん、なかったね、うん、今回はね。確かに。まあそんな感じではい。はい、<え>ですかね。<え>はい。<え>で、感想 <laughs>、はい、どうですか、<laughs> 2> 第2回、今回は炎上,炎上しないで。今後みなんか皆さんがあんまり質問来なかったね。あ あんまりみんな、えいい加減にしろとかそういうのが来てる。あマでいい加減にしろって。<laughs> そんなに長く続かないかもしれないからねそう。長いことつ、はい、続かないかもしれないですね。まあ、そういうわけなんで、えー、っと、まあ、また次は、はい、えっと、今度は、えー、7月の下旬。 そうですね。一四週目ぐらいで、四、うん、週目ぐらいで、いでまあちょっと作品としては、まあミッションが、ミッションインポッシブル 2, 2> が7月1何日で、はい、まあそれと、えー、宮崎駿の、はい、君たちはどう生きるか、あ、そうそうそう、はい、それぐらい、一体どんな映画なのか誰も知らない、そう誰も知らない、誰も知らない、誰も知らない。はい。だめじゃん。<laughs> レーさんのね感じでなんか死者も回さないんじゃないかっていうねあれもあれでしょあの音楽は余熱原子そうなのっていうのはそれはえっと余熱原子のコンサートに宮崎駿から花束が出て出てたんであ鈴木達夫とトちゃんと連で宮崎さんの花束が出てたんでそうじゃないかっていう話ですよねそうなんだまあどっちでもいいけど余熱原子でいいんだよね知らない剣え 剣士。あ、なんか。知らないの名前も何も知らない <laughs> <え>。何も知らない。まさに。梅津。あ、米津。そうそう、あ、そうそう、それを。あ。それで、ヤナちゃんの。あ、これ。わ、うん、先、先月ね。本当はね。あの、やる、えー、持って来てた、持っとかなきゃいけないかったんですけど。えー、アナムーアのプロビデンス。アクト2えー、全四部作の三冊目。がようやく。 はい。あともう一冊。はあ高い。一 <laughs> <laughs> 冊三千円ですか。そうそうか高い,いんですよ。はい、でもカラーですから。そうだね。大変な商品。アルマミタみたいなもの。はい。あそれでまあこの前も出しちゃったんで、まあ牛さんの人生相談、えー。なかなか辛辣な人生相談なんで、私たちのこの言いたい放題が好きな方はきっとき ととても楽しく読めると思います <laughs>、はい、で、えー、と今このテレビブロスがまさかの紙,紙,復活か紙で復活するっていう何か何考えてるのかよく分かんないような, <laughs> なんかことになっちゃってて、えー、これが6月の27日に昨日 ?29 日に発売されまして<お>、えー、一応「隔月で頑張ってみよう」。 ということになって、次はまた8月下旬に出る予定です。で、まあ、今回は離婚特集なので、まあ、なんか世間で。何だっけ、ネットフリカなんかであるんだっけそうそうですねで。なんか、あのなんとか勘九郎じゃないです九郎さん。の脚本で、なんかこの2人が出てるらしいです。で まあ、離婚が今、ほら、トレンドじゃないですか。広末。やめて、だ。いや、いや、いや、まだ離婚してない。し離婚してない。しないの。してないから、してないから、大変なんじゃないですか。そうか、そうか。不倫なんだね。ごめん、ごめん。やめて、ごめん。それじゃ、言わない方がいい。ごめん、すみません。それで、まあ、これで、まあ、離婚の特集で。えっと。 なんだっけあ映画のジェームス・マンゴールド、まあ、私もインタビューしたんで、んねええ、そのインタビューとか、あと、今度、お尻さんの新連載もとても面白いので、ぜひとも見てくださあ読んでみてください、手に取ってください。という感じで、これからもグロスよろしくお願いします。はい、はい、で、チャンネル登録と評価とは、ね、これに。こう、うん コメント。いろいろ。その他よろしくお願い。さあ、よろしくお願いします。ぜひあのブロスの。チャンネルの登録をさらに。はい、さらに。さらに。千人。二千人と増やして。はい。メジャーになりたいと。メジャーになりたい。はい。頑張ります。はい。でも、こんなこと言ってたらきっとメジャーになれない。メジャーになる前に終わる。終わる。はい。まあ、終わらせないためにも、皆さんよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。